はい。ということでね、本日は、黄昏の森をね、クリアしていきたいと思います。強いボスがね、たくさんいるからね、まあ、全員倒せるかわからないけれども、やっていきたいと思います。強いボス倒せるかな、うん、僕たちに。まあね、多分大丈夫だと思います。なぜならね、僕たちは、見てこれ。これ。このね、最強のね、武装を使うことができるからです。もう本当にこれは最強だからね。まあ、ちょっと、試しにやってみましょう。見てて。はい。帽子をかぶるとね、めっちゃ頭がちっちゃくなります。そして、マイキーの頭がものすごい小さいぞ。そしてズボンを履いて靴を履くと完成。ロボットに変身します。本当だ。おお、飛べるの？そう、これで空飛びます。おお、しかもね、落下ダメージはゼロです。飛べれば何でもできる、最強だ。マイキー、これだけじゃありません。何これ、見て、武器。おお、初めて見る武器だな。でね、この武器の説明なんだけれども、これ火炎放射器です。見てて。おお、すごくないこれ。かっこいい。うん、マイキー、あとね、マイキーにね、実は内緒にしてたね、一つね、最強の技があるんだけれども、まあ、今からお見せします。何？まあ、見てて。こうやって。うん。変身できます。おお、変身できるの？やばいぞ、早すぎて自分の元にいた位置が分かんなくなってしまう。まあ、ということでマイキー、このさ、ロボットで、黄昏の森本当にクリアしちゃいましょう。一瞬でね。しちゃいましょう。じゃあ、ダイヤモンド持ってる？乗り込んで。持ってる。いや、3、2、1。おお、すごい。行くぞー。行きましょう。黄昏の森に。行きまーす。ゴー。よーし、ということでね、到着しました。聞いてました。やっていきましょう。ボスを探しに行こう。とりあえずね、黄昏の森にはね、ボスがいるからボス探そう。ただね、ボス探すの簡単でよく、だってこれ変形すればね、多分すぐ見つかるから。というわけで、ちょっとついてきて。ついてく。おー。加速するよ。いくよ。加速。おお、早っ。あ、なんかいる。ん？なんだこれ。なに。え？なんだこれ。なんだ。お、待った、マッキー、これ、ナーガ神殿だ。これね、ナーガっていうね、ヘビのね、モンスターです。これ、ボスだ。マッキー、倒そう、ボス。攻撃効くかな。倒すぞ。いけ、火炎放射器。おー。火炎放射器結構強いよ、これ。いけ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 。勝ってるから、結構強いよ。マッキー、ちょっと、一回僕離脱して。ミサイル攻撃だ。なんかナーガってなんか尻尾が切れてるんだけど、なんかどんどん短くなってる気がするぞこれ。おお、あと一撃だ、ナーガ。お願い、倒せる？いけ、火炎放射。やったー、倒した。いいね、最強だ。勝てる。最強。もういきなりね、1体目倒したってよ、ボス。楽勝だな。楽勝。次探しましょう。もっといろんなものがあるはずだからね。行くとこれなら見つけられる、すぐにね。どっかにないかな、何かが。あ、待って、マイキー、なんか見つけたぞ。なに、そっち行く。なんだろう。なんか見つけました。こっち来て、こっち。ほら、見て、これ。何これ、すっごい高いビル。おお、もういきなり頂上に到達してしまいました。マグマ。あれ、マイキー、どこ？マグマだよ。おお、いた。これ、頂上から入らない、これ。入ら。このタワー怪しいぞ。ちょっと遠くからもう一回見ようかな。お、こんな感じか。じゃあ僕はもうミサイル発射します。回してます。ミサイル発射。おーい。おお。僕もミサイル撃つ。おお、待って。マイキー、いきなりボスだ。トワイライトリッチだな、これ。マイキー、一緒に倒そう。オッケー、任せて。これはね、確かね、相手が投げてくるエンターパールをね、パンチでトワイライトリッチに跳ね返します。あ、そうなんだ。いけ。よし。お、トワイライトリッチがね、あと少しでシールドが削れる。あれ、もう削れてないシールド。お、もう削れたぞ。いくぞ。ナイス。攻撃だ、トワイライトリッチに。おお。よし。おし。ちょ、やばいな。これはね、ちょっと苦戦だ。苦戦を強いられてる。僕も苦戦してます。ちょっとね、ミサイルで倒そうかなと思うんだけど。よし。どこだ。トワイライトリッチどこだ。逃げられちゃった。トワイライトリッチはどこだ。まさか逃げた。そんな。これ、トワイライトリッチいなくない？いない。どこだ？これ、本当に逃げられちゃったんじゃない？もしかして。まさかの強さになくなっちゃったのかな？まあ、残念。トワイライト、あ、いるな。いるぞ。あ、いるな。このいないんだよな。姿は見えません。この辺にいるはずなんだけどな。いた。隠れてる、ここだ。森の中、ここにいる。どこにいるの？あら、ここ。あ、いた。隠れてんだ。こんなところに隠れてたのか。ミサイル撃ちまくって倒すぞ。ナイス。倒した？ナイス、倒した。一瞬だった。やったー。ミサイルで倒しました。トワイライトリッチ、なんかまさかの城を捨てて森に逃げてたとは。まさかだ。まあ、ただね、無事見つけてね、倒すことができました。次のボス探そう、マイキー。しましょう。よし。とりあえず何かないか探してるんだけれども、結構探してんだけどない。あ、なんかある。お、なんかある。待って。なんかあるよね。なんだこの洞窟は。なんだこれ。なんかいそう。入ってみましょう。あ、なんかいるよ。お、これマッキー、イエティだ。かわいいのがいる。お、マッキー、氷投げられてるよ。お、なんか攻撃してきた。ちょ、投げられた、イエティに。やばい。ちょっと緊急脱出です。これでイエティのボスです。これ雪男です。倒していく。どうぞ。倒すぞ。いけ。結構強いからね。マイキー頑張って。おお、マイキー、このボス倒さないと。いけ。よし、今決めてて、一回こう離脱をして急旋回して、このミサイルで倒していく。おお、あ、倒した。ナイス。やったー。イエティのね、ボス親玉を倒しました。ナイス。よし、他探すぞ。探しましょう。よし、なんか面白いものがこの辺にあればいいんだけれども、まあなんかないかな。あ、待って、アイスがあるよ。アイス、これ見て。この氷の塊の近くはね、あれがあるはずだ。なんだあれって。オーロラの神殿。ありました。あったじゃん。ありました。すごい。おお、周りにいっぱい可愛いのがいる。おお、そう、ペンギンがいるからね、ペンギンをなるべく傷つけないように行こうかな。オッケー。このオーロラの神殿もいきなり上の方を破壊しようかな。しましょう。このね、上の方に多分ボスいるんだよね、ここら辺にね。そうだね。おーし、ボスはいないかな。いないな。何かいればいいんだけれどな。いる？いないんだよな。お、いた。スノークイーンだ。スノークイーンの住処をほぼ破壊してしまったこと、ミサイルで。よし、この攻撃だ。アイスに、氷にはね、炎強いはずだからな。おお、となんかなかなか攻撃が当たらないぞ、これ。よし、倒すぞ。炎対氷だ。よし、倒すぞ。いけ。いけるぞ。いける。この声聞いてるぞ。倒せ。おし。ちょ、ミサイルの方が強いからミサイル攻撃を当てよう。そうだね。ただ結構当てるの難しいからな、これ。ここら辺かな。いた。よーし、結構削ったぞ。僕も当たった。こだ。いた。落ちてった。いたぞ。逃がさない。よーし、倒した。おお、目が当たった。よーし、やったー。敵倒しました。いい調子じゃない？最強ですね。よーし、僕たち強いぞ。この調子で他にも倒そう。倒しましょう。よし、次行こう。なんかないかな。おお、また。発見してしまった。なに。あ、なんかある。これ見て。あら、なんかでっかいの。これ、ダークタワー？これ、もしかして。うわ、ダークタワーだね。ダークタワーです。お、ちょっとなんか、中痛いぞ、これ。どうなってた？おお。よし、まあいいや。マイキー、このまま上に向かってミサイルを撃って進んでいくぞ。撃ちまくろう、進みまくるぞ。よし。タワーを登ります。本来の登り方ではないけれども。よし。進んでいく。よし、進んでいく。上まで来ました。タワーのはるか上に、そして変形解除して落ちていく。おお、なんかボスいない？どこだ？あ、いた、ボス。はるか下にボスがいました。これはなんかガストの強化版だね。よし、ミサイルで倒そう。いけ。当たった。おお、いけるぞ、これ。いけるかー。よし、いけるね。おお、上に向かって打ち上げた。おお、倒した。強すぎる。おお、すごっ。倒しました、ボスを一瞬で。強いな、やっぱりこのミサイル攻撃が強いね。火炎放射も強いけれど強いね。よし、ってことでね、他にもね、ボスがいるからね、まだ行きましょう。マイキー、見て。これなんだこれ。なんかね、なんなのこれ。もう、いて。工事中？なにこれ。工事現場かと思ったら違うか。なんだ、なんかとんでもないのある。お城がある。何これ。行きましょう、マイキー。お、ここは頂上じゃない。ああ、これ入れないのか。なんかあとだ、壊して入れるぞ、これ。入ろ。なんかある。ここにね、最終ボスが来るらしい。まあ、まだいないらしいな。ああ、まだいないんだ。すごいとこだね。まあ、ただね、このお城はすごいな。いずれここでボスがね、生まれた時に倒しに行きましょう。また絶対来る。よーし、そしてこの近くになんか面白いものないかな。マイキー、あの上に雲があるから、あの雲の上に行こう。あ、行ってみたい。雲。あれ、待って待って、巨人がいるぞ、そこに。巨人倒そう。倒そう。なんで巨人落ちてきたの？おお、巨人もしかしてあの雲の上から落ちたんじゃない？あ、そういうこと。あれとか攻撃できないぞ。もしかしたらこれダミーで上にいるのかも。まあね、飛行機で一瞬でね、巨人の住んでる雲の上まで来ました。あれ？おお、なんかよくわかんないけど。いないね。じゃああの下の巨人は何だったんだ？何なんだろう。いた、この巨人。これちょっともしかしてバグってて攻撃できないのかもしれない。マッキー残念だな。ちょっとこの巨人を倒すのは諦めよう。これはなんか攻撃できません、バグってて。諦めよう。まあ、他探しましょう。他のボス探そう、マッキー。他のボス探そう。なんかいないかな。いないな。おお、待って、なんかいるぞ。え、嘘。何？おお、またドラゴン。ちょ、一回逃げる。待って。おお。マキ、そこにいるよ、ドラゴンが。戦う。燃やす。マキも戦ってんの？行くぞ、僕も。効かない。こっちも燃やされちゃう。いけ、火炎放射どうだ？いけ。あ、効いてるけれども、あんまりダメージ食らわないね。おお、てか、向こうも炎発射してくるのか。そうなの。おお、これはヒドラっていうね、三つ首のドラゴンだな。強い。よし。まあ、火炎放射耐性があるようだから、ミサイルで倒そうかな。そうしよう。ってことで、一旦離脱して、急旋回をして、ミサイルを発射。お、強いぞ、これヒドラ。おお。救急ワクマ打ち込みます。どう。マギ、一緒に打ち込もう。打ち込め。いけ。強いぞ。これ勝てるのかな？不安になってきた。これちょっと倒せるのが相当強いけど、ヒドラ相当強いよ。いけ。もう少しだ。結構削れてる。いけ、突撃するぞ。おお、ああ、結構いけ。来た、当たれた。いけ。待って、なんか首の数増えてない？増えてる。最初3個だったんだけど、今何個あるんだ？ 1,2,3,4,5,6 個あるぞ。やだ。いや、7個だ。増えたぞ。くない。倒します。いけ。くない。よーし。倒した？倒した。嘘。すごい。やった。大変だった。すごいよ、全一君。倒しました、僕たち。黄昏の森のね、ボスね。ほぼ倒しました。ということで、この動画が面白かった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、星巻き逃げましょう。ということで、バイバイ。バイバイ。動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローと、Instagram のフォローと TikTok 登録、よろしくお願いいたします。よろしくね。